ハローどうもこんにちは、アニメリアク職人ことマジラジオギニハマーです。現在2023年8月21日月曜15時10分になるとしますね。はい、今日は響きヨハニムの大前久美子の誕生日ですね。おめでとうございます。剥がれてるし、はい、久美子部長ですね。さて、君に届けセカンドシーズン10話見ていきたいと思います。今回ちょっとね、またブルーレイ止まるとまずいなと思うんで、ちょっと今回は D アニメストアで、で D アニメストアの方が画質が悪いんですよね。まあそこのこだわりをちょっと捨てていきたいと思います。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってくるんで、申し訳ないんですけども、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、普通に視聴していただいた後にリアクションを確認していただくということでお願いします。いきます、3、2、1、スタート。やっぱ古いアニメなんでちょっと画質がね、で、またこの D アニメストアもたまに止まるよることあるんで、いや、まあまああるんで、もう止まった時は笑ってください。ね、前回はもう最後お二人がね、学園祭の準備しながら会いたいって言っておりましたね。ここから。マチバリないね、イントネーション。お、風早いや。もう一回話したいやな、確か。アンディ、安藤でアンディなんや。
ごめんねごめんね、U字工事か。あ、もう一回話させてか。はい、カタカナで、はい、サナエや、あ、ちぐさや、高橋ちぐさね。お岩さん、おきくさん、格闘家で、おお、きた、193センチのピン。へこみばやジネタ君、審査員の皿の上に1個ずつ置いてこいったやつね。かわいすぎてね。今ジョーなんぼほど邪魔しようね。
嘘だろうな、そら。アイリュウ。久々に出たね、風早の満面の笑顔が。おお、みんなに聞こえるぞこれ。あ、ケント、これはエッコと、これ誰や、このエルフは。エッコとトモちゃんや。平野エイコと、あれ、遠藤智美か。百鬼夜行、今日のダークギャザリングで出てきた単語やな。梅はおるか、梅は。懐かしい。え、2話か3話だかな、一気の。僕は
ああ、風早の弟やね。ああ、え？ん？風早の弟やな。塗り壁つぶこ。がっつり賄賂へ。寝とれ。金八先生ですか。おお。黒松カフェがね。2年2月失格。やっぱりそらそうやろ。考えんでも分かることやないか、これ。ああ、違うってそういうことか。同じ好きってことだね。
デューハンサムやな、しかし。ピンはアホやな、しかし。さあ、これ梅は？梅は？映らへんな。ああ、やってみて、女性の涙をこう拭ってみたいね。ああ、いいな。ああ、キス行くんか思った。キス行くんか思ったわい。いやー、長かったね、ここまで。ん？伊勢マリアさんいたな。ヤクネバの霊ね。とりあえず止まらんでよかった。さあ、あと3話か。祭りの後、桑田佳祐さんやね。よいしょ。うん。お、なんか次のサムネイル、ケントが風邪入ね、こないしとるな。まあ、とりあえず、あれやね、まあ、文化祭の、仮装行列の準備やから風早はモヤモヤしとったのね。なんでこんな日に仮装行列の準備やねんと。うん、それはもうね、明日は、なんでこんな日に、うん、そうやね、出汁作りなんだか。で、一方、沢子が塗ってたのは、あれ、あの、風早が着るための、あれは、なんていうの正式名称わからへん。侍の着てる服ね。を作ってたってことやね。で、で、沢子は、仮装では、お岩さん、お菊さん、どっちだっけ、番長皿屋敷、どっちだっけな、忘れたけど、をやるってことで、まあ結構迫力のメイクしたけども、もう風早にとってはもう、美人そのものだったね。で、まあもう一回話させてに対して、沢子から私から話したいと言うて、まあ気持ちを全部ぶつけたと言っていいんかな。もう、ここから、もうほんまここからここからですわ。いや、あの、よりもいのエンディングですね。まあ、ここからまた新しく、まあ、風早くんとの関係を築いていきたいと。そういったのは恋人同士という意味で解釈捉えてへんかな。うん。でも、ちょいちょいジョーが入ってくるのうっとしかったけど、あの、ちゃんと風早が制したのがね、よかったし、あと、竜が、あの、牛の格好でこう、つったの、めっちゃおもろかったな。でやっぱ持ち歌えのもいいね、相変わらず。でまあ最終的にはまあピンのあれは賄賂で失格になると思ったけども、失格ではなくて0点でよかったね、まだね。でまあ最後にはまあ家庭から同じだよと、あのちょっとすいません、アホなりの解釈ですけども、この同じだよっていうのはあれは10あ10じゃないわ、何話だっけ、 6?5?あの俺の好きと、黒沼の好きは違うみたいだね、が何回の時に沢子がうんって言った、これのことだよね。じゃあ違うんじゃない、同じやっていうのはそういうことやと思ったんですけども、合ってるかなこれ。いやーにしてもまあ長かったね。でももう風早がやっと届いたって言ってるからには、もう来週じゃあ次回にはもうお付き合い始まってほしい。うん、そんな感じです。長かったね、ちょっとジーンときたわ最後。やっと届いたがね、もう一期の1話で この思い届くかなんか、なんかそんなこと言ってたもんね、届けかなんか言ってたから。うん、長かったな。だから
25プラス10が35話分かかかったのね。ここまで長かったね。さあ、でちょっと気になるのが、梅が一回も映ってこなかったから、果たしてで、ケントは果たして今回セリフ全くなかったけど、どういう心境で見てたんかなっていうのが気になるかな。はい、ということで、君届けセカンドシーズン10話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは、僕の自己紹介1分であるので聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約3年半仕事が全くございません。貯金と節約生活でなんとかやりくりしてます。そんな僕の本業を知っていただきたいので、ぜひ説明文にある URL をクリックしていただいて、本業の方もチャンネル登録、高評価、応援いただけると助かります。よろしくお願いします。はい、そして深田恭子さんと出ているこの CM ですね、もうすぐ放送から1年経ちますけども、まだ見ていない方はぜひね、動画の URL 貼ってますんで見てみてください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして今日で1243日目です。ただこのチャンネル自体は2009年の4月から使ってます。まあ、ゆえに再生率とめちゃくちゃあるんですけども、これもリアクションしてるやんっていうのがあるかもしれません。ただ残念ながら2021年8月18日より過去の、2000本以上の、リアクションの動画自ら出て削除させられておりますんで、残念ながら再生リストあるものの中身がないもの多数存在します。申し訳ございません。はい、そんな地獄を乗り越えてやってますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジラジオ芸人浜でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。